世話になった。そんな、俺の方こそ。兄貴たちはこれからどうするんですか？クロマントを追いかける。あいつらなら今朝来れる山の方に行っちまいましたよ。怪我してるやつもいたんで止めようとしたんですけど。来れる山、俺たちも行こう。お気をつけて行ってらっしゃいませ。お客様どうぞ、良い旅を。私が仲間になってあげます。どう？嬉しいでしょ？あ、そう、ふんだ、勝手にしろ。なんなんだよ。やっぱり、ちょっと待った。ねえ、本当に本当に私を仲間に誘わなくていいの？なんでだ？いいもん、そういうことなら本当に言っちゃうからね。本当の本当だよ。ご自由。冗談だ、冗談だって。ねえ、仲間にしてよ。はあ、ついてきたいなら勝手にしろ。本当？やったー。よろしくね、ユフィ。少しでもおかしな真似したらジュノンの大砲に詰め込んでウータイめがけてぶっ放してやる。怖っ。でも、了解。うん。ユフィ、キサラギ、めいっぱい頑張ります。ポジションはここだ。忘れ物ですか？それとも早速シーサイドジョニーが恋しくなりました？あ、でもちょうどよかった。兄貴の腕を見込んでお願いしたいことがあって。おかげさまで借金がチャラになったんで、ここはババーンとシーサイドジョニーをリフォームしようと思ったんですが。人手が足りないのか？あー、いやー、兄貴、事態はもっとこう複雑なんです。
ああ、ジョニー、君はなんで俺なんだ。おお、ジョニー、俺が君なら俺は一体みたいな、古典的で文学的な問題なんです。ベッドメイキング終わったぜ。お、兄貴、ガーッと前は出てくんな。話がややこしくなる。ほら、買い出しを頼んだろ。いったいった。チェッ、なんだよ、俺だって兄貴と話したいのに。というわけなんです。いくらなんでもそっくりすぎるでしょ。どうも、求人広告を見てきたんですが。お前どっかで見た顔だな。って俺、そんなバカな、どうして。うわ、来るな、来ないでくれ。ってそんな怖いやつ雇いませんよ。もしかして私のせい、私が分身の術をかけたせい。何人か消えずに残っちゃったみたいで。てか増えてる。私ってば才能ありすぎ、ありすぎて術が強すぎたみたい。あ、でもでもおかげで人手は足りてるんでしょ。みんなリフォームの材料を探しに行ったっきり全然帰ってきません。増えたところで俺は俺ってことです。兄貴、手伝ってもらえませんか。ほら、俺危険な野獣の一面もあるじゃないですか。野放しは危ないと思います。ねえ、助けてやんない。はあ、わかった。さすがは兄貴、話が早い。俺の分身は材料を探しにコスタフォールズへ向かったはずです。よろしくお願いします。購入してくださいね。ありがとうございます。チョコボレンタル会員に登録しましたんで、レンタルチョコボを自由に使ってくださいね。兄貴、どうしてここに。ああ、ジョニーに材料を探すよう依頼を受けた。おお、さすが俺、最強の助っ人ってわけだ。なんか気味悪いな。実は材料集め終わったんですけど、モンスターに襲われて落としちまったんです。ジップラインを使って逃げてきたので、多分その辺りに落ちてると思うんです。兄貴、お願いしてもいいですか。できるだけ多く集めてもらえると助かります。これで100人目いきな。結構大変そうだね。そうだ、私たちも分身しちゃう。これ以上かき乱すな。面白いと思うけどな。ほら、想像してみてよ。ほら、ユフィちゃんがいっぱいだよ。ユフィちゃんズにお任せあれ。クロード、あっちに行ってみよう。いや、あっちの方が怪しいよ。祭り屋はどこだ。うっし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 シュ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 。クラウド、クラウド、クラウドってば。え、楽しそうでしょ。そうは思えない。兄貴、見つかりましたか。わお、よくこんだけ見つけてきましたね。これならバッチリです。やっぱ兄貴は規格外の男だぜ。じゃあ俺たちは材料を持ってシーサイドジョニーに戻りますね。これで依頼は完了。
いいな。それが実は他のジョニーたちがボイラー修理に必要な部品を探しに行ってて。え、他にもいんの？そっちを手伝ってもらえると嬉しいです。あいつら共和国時代に建てられた工場跡地に向かったっぽいんで、よろしくお願いします。兄貴じゃないですか。ジョニーに頼まれて手伝いに来た。ジョニーが？もしかしてお前か？俺じゃない。じゃあ俺か？いやお前がそんなに気が利くはずない。あ？なんだぞこれ。ウケる。そのままジョニー劇団とかやってみれば？きっと流行るよね。状況は？俺たちボイラー修理に必要な部品を探してたんですが、今は作られてないっぽくて。だったら一から作ってやろうと思ってクラフトチップ探しに切り替えたところです。成果は？こういう時にチョコボがいれば。あとは任せろ。やったー。俺たちが探してるのはボイラーバルブのレシピです。チップを見つけたらそのままクラフトもやっちゃってください。しれっと仕事を増やしてない？よろしくお願いします。チップはどこだ？クエ、お、今だ。おお、これです。これでボイラーを修理できます。熱々のシャワーを提供できます。ふんじゃ、ジョニーも全部見つけたし報告に戻る？あー、いやー、それがあと一人。え、まだいんの？シーサイドジョニーに伝説のモンスタートンベリキングの王冠を飾るんだって砂漠の方へ狩りに行ったやつが。あいつ干からびてないといいけど。兄貴、様子を見てきてもらっていいですか？わかった。オンに行きます。それじゃあ俺たちはボイラーを修理しに戻ります。ジョニーのことよろしく頼みます。あ、兄貴何してるんですか？お前こそ。実はリフォームの目玉として伝説のモンスタートンベリキングの王冠をバシッと飾ろうと思ったんですけど、ここから先進めなくて。この先でトンベリキングを見たって情報があるんです。でもここから歩きじゃ無理なんすよ。兄貴、もし砂漠へ行くことがあったら俺の代わりにトンベリキングの王冠をなるべく傷つけないように盗んできてもらってもいいですか？あとは俺たちに任せろ。まずは砂漠に入る方法を探さなきゃ。でもすぐには無理っぽいね。くー、男前が過ぎるよ兄貴。ちゃちゃっと王冠盗んできちゃってください。俺いつまでも待ってますから。忘れちゃうと干からびちゃいますから。あなた、シンガの博士と戦ってた人でしょう。おー、ほんとだ。私はフレン。私、ノエミ。僕はヨルダ。早速なんだけど、あなた、仕事をしてみない？内容による。彼女さんと二人でデートしてほしいの。私？私たち、コスタで水着を中心としたアパレルショップを経営しているの。それで来シーズンはデートで着ていきたくなる水着をコンセプトに勝負をかけようと思ってるんだけど、肝心の新作水着のデザインが全然思い浮かばないの。もうすぐ発表会なのに。危機的状況ってわけ。そこでここは一つ、実際にデートしているカップルを観察して参考にしようと思ったんだ。どう？引き受けてくれない？北条って、あの神羅の博士さん？
私たちは市長に頼まれて接待しただけ。ジンラにコネができればミッドガルに出店できるかと思ったけど、見込み違いだったな。あなたズバリ推しに弱いでしょ。女の子がデートをグイグイと引っ張るっていうのがコンセプトなんだ。そんでもってあなたはグイグイと引っ張っていくタイプでしょ。それはどうかな。ありがとう。それじゃあデートコースは私たちに任せなさい。私はランワイルド。私はパイレーツランページの準備をしてくるわ。二人はコスタの景色を楽しみながらゆっくり来てね。僕もとっておきのデートプランを用意しておくよ。まずはノエミとフレンが用意したデートを楽しんで。フレンはパイレーツランページ、ノエミはランワイルドで待ってるよ。なんか不思議な依頼だね。ああ、今回は任せる。そう？じゃあ張り切っちゃおうかな。いや、普通でいい。クラウドの普通ってどうなの？一緒に歩く。ああ、屋根の上とか。ああ、楽しかったねあれ。来たわね。それじゃ恋のハンティングと行きましょうか。窓と一緒に彼女のハートも撃ち抜いちゃいなさい。張り切っていこう。じゃないわね。彼女さんはどうだった？打ち抜かれちゃったかも。胸ではなく頭を狙った方が確実だ。男の子が頑張る姿、それを眺める彼女の眼差し、結果は重要じゃないのね。ありがとう、いいものを見せてもらったわ。私は水着を仕立てに店へ戻るわね。二人はデートを続けてね。ノエミがランワイルドで待ってると思うから。
って。次はどんなデートかな。デートの安売りだな。クラウド、考えすぎ。楽しもう。仕事だけどな。もう。じゃあそう思ってて。私はデートだって考える。得意じゃないんだ。何が？で、知ってるよ。すぐ分かった。遅い。早くしないとレースが始まっちゃうよ。レースって？コスタ名物ダウンワイルドだよ。ボールを転がして競争するの。動物に癒されつつ白熱するレースね。デートにはぴったりでしょ。準備は OK？ じゃあ私行ってくる。聞いていなかったのか。これは動物のレースだ。人間だって動物ね。問題ないよね。ブッブー、無理です。そんな。ペットとか飼ってないの？断じてペットではないが、私の出番のようだな。レッドに任せよう。はあ、じゃあ私たち応援団だね。レッド、レディーゴじゃん。まるで赤い稲妻。強い者が勝つ。今度は私たち3人で競争する。受けてたと。ペットのつないだ2人の絆、それはワンちゃんが動き回ることによってより強く固くなっていく。ピコーン、私ひらめちゃった。あふれ出すイマジネーション。こうしちゃいらない。私お店に戻るね。ヨルダが最後のデートを用意して待ってるから、お二人さんはチョコボのレンタルショップへゴー。飲んだり吠えたりします。新作水着楽しみだね。クラウド、どんな水着好き？なぜ？参考にしようと思って。そうだな、機能性が高いものがいい。撥水性が高く、水の抵抗を受け流し、水中での戦闘を想定した水着がいいな。なるほどね。お出かけするならチョコボに乗ってって。来たね。とっておきのデートコースを用意したよ。二人にはこの子に乗ってクラムシェルビーチを遊覧してもらいます。
ただ目的もなく散歩するのもなんだから貝殻を取ってきてもらおうかな。せっかくだしできるだけ大きいものがいいな。僕はここで待っているから、二人で素敵な思い出を作って貝殻と一緒に届けてね。チョコボデートなんて私初めて。何度か乗っただろう。それとこれは別。確かに貝殻を探すのは初めてだ。はぐらかした。緊張してる？まさか、楽な仕事だ。緊張してる。貝殻があるのってこの辺りかな。その前に掃除が必要だ。ここからだ。そんなもんかよ。先手だ。頼んだぞ。俺の見せ場だ。とっくいけんだろ。引き受けた。フィッチ燃え上がれ。仕留める。消えろ。貫く。いや、連携しよう。頑張るね。どっちはどうだ。下がっている。どうだ、攻めるぞ。エアリス。うん。さて、貝殻探しで行きますか。はあ、まずはチョコボに乗らないとな。素敵な思い出作らないとね。まずくても文句を言わないだけだ。ふーん。あ、聞いたことある。そういう人ある日突然爆発するって。エアリス、これは何の話だ。もう慣れて。小さくて可愛らしいね。二枚貝の片割れを持っている兵士が戦場には大勢いたんだ。ああ、家族や恋人と持ち合いっこするんだよね。ロマンチックだよね。その貝殻を誰かに見せると、それは死の予兆に変わる。そんな話。面白い形。大きさもまずまず。ふう、かなり集まったね。そろそろ戻ろっか。満足したか。その言い方なんかずるい。クラウドこそ満足した？嘘でもいいから、まだもっと一緒にいたいって答えなくちゃ。それが次につながるの。俺を困らせようとしているのか。そういうわけじゃないけど。でも
おかえり。さて、どんな貝殻を集めてきたのかな。チョコボデートは楽しかった？これはすごいでしょう。博物館とかに飾った方が良さそう。女性を笑顔にするのは貝殻か思い出か、あるいはその両方か。うん、おかげで新作水着のモチーフが決まったよ。僕は店に戻るね。あ、後でビーチのイベント会場まで来てよ。水着の発表会を開くから。それじゃあまた。今度は二人乗りしてみる。チョコボ、スピードが落ちる。ゆっくり景色見るのもいいと思うけどな。前は譲れない。いいよ。じゃあお邪魔します。狙った相手を撃ち抜くならこの水着で決まり。情熱的な水着で恋のレースを駆け抜けてみよっか。おしゃれして素敵な思い出拾いに行ってみませんか。諸君、水着が似合う美しい肉体が欲しくないか。そんなあなたはミッドガルのジム、タン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 へ。さあご一緒にマスルハーモニー。見に来てくれたんだね。どうだい、君たちのデートが生み出した新作水着はとっても素敵。でも私たち楽しんだだけだよね。コスタを楽しんでる人を見るとインスピレーションが湧くんだよ。うん、コスタデルソルは太陽の楽園。みんな素敵な思い出を作って帰っていく。その思い出を彩るのが私たちの役目だから、これからもコスタのマリンブルーな海とイターナルの空とシャイニングな砂浜を思う存分楽しんでね。そこにいるのはクラウド君じゃないか。あ、ウォールマーケットのジムの人。どうしてここに。ジムのみんなとマッスル合宿に来ていてね。毎年ここで新しいコスチュームを作ってもらってるんだよ。そうだねえ、後で合宿場に顔を出してくれよ。何でも屋に頼みたいことがあるんだ。考えておく。合宿場で待っているよ。よく来たね、クラウド君、ティファ君。こうやって年に一度潮風と太陽を浴びて筋肉に磨きをかける合宿をしてるんだ。どうだい、うずうずするかい。はい、実は最近トレーニングできてなくて。ティファ君ならいつでも大歓迎だよ。好きに鍛えていってくれたまえ。本当ですか。ぜひお願いします。あー、クラウド君、筋トレに大事なものが何かわかるか。その通り、自重での筋トレには限界がある。筋肉を大きくするなら器具の負荷が効果的だよね。ただおかげさまで器具は揃ってるんだ。それじゃ本題に入ろうか。頼みというのは他でもない、合宿場の周りで目撃されたモンスターを退治してもらいたいんだ。いいだろう、分かった。ありがとう。安心してトレーニングができる環境というのも筋トレには大事だからね。助かるよ。
楽しそうだな。そうだね、体を動かしたいって思ってたから嬉しくて。子供の頃とは別人だ。どんな子だと思ってたの？食べておけばよかった。うん、食べてほしかったな。いや、そっちか。一気に叩き込む。これだ。クラウドは好き嫌いってある？いや、ないな。軍では許されない。実は私、結構あったんだ。意外だな。でも、ほとんどなくなった。好き嫌い、スラムでも許されないからね。カニはどうなんだ？俺も嫌いだ。こっちだな。まだまだ。震えろ。凍えろ。今だ。攻めるぞ。集中し、グロノテラ。まだだ。ふぶけ。まあ、軍隊の食事ってどうだった？栄養バランスは考えられていたんだと思う。ただ味は、クラウド顔。なあティファ、ん？子供の頃に食べていたものって随分贅沢だったよな。本当だね。ニブルヘインは食材も豊富だったし、料理自慢も大勢いたしね。狙うぜ。ここで仕掛ける。気負いすぎる。俺の見つめだ。ぶっ放す。当てに行くぜ。こっち行けんだろ。俺が出る。どうにか、はい、見てつけ。畳みかける。一気に叩き込む。シキーだ。そんなもん。出られる？ざまみやがれ。どんなもんよ。おっしゃ、こっちだ。
よし、まだまだ逃がさねえぞ。これが最後だね。ジムに戻ろっか。おお、クラウド君、ティファ君、モンスターを退治してくれたんだって。ありがとう。これで心置きなく筋トレができるよ。あの、もしかして先輩たちを筋肉対決で負かしたのってあなたですよね。え、おい新人、聞き捨てならないぞ。でも本当のことですよね。ぐぬぬぬ、ティファさんですよね。私ティファさんの噂を聞いてそれでジムに入会したんです。ああ、私だけじゃないんですよ。ほら他にもこんなにいっぱい。アミナ君の言う通り、ティファ君のおかげで女性の会員がうんと増えたんだ。とても感謝している。ありがとう。そんな、私は別に。ティファさんは私の憧れなんです。それで、あの、私と腹筋勝負してください。アミナ君は君を目標に鍛え続けてきたんだよ。だから手合わせしてやってくれないか。そうだな、アミナ君に勝ったら報酬を上乗せするってことでどうか。からもお願いするよ。ティファ君さえ良ければたまに顔を出して彼女を導いてやってくれないか。いいんじゃないか。私で良ければ一緒に鍛えようね。はい師匠。師匠だって悪くないかな。それじゃあこれモンスター退治の報酬、約束通り上乗せしておいたから受け取ってくれ。二人とも鍛えたくなったらいつでもおいで。よしだ、汗に偽りなし、笑顔で今日来たな。今日の俺は切れてるぞ。
水つけやがって、勉強になります。マッスルワンダフル、恐れ入ったよ。切れてやがる。完璧です。乳酸がたまらないのか。綺麗だよ、二人とも。さすがです。切れてやがる。バッチリだよ。完璧です。ビューティフル。見せつけやがって。見とれちゃうね。勉強になります。マッスルワンダフォー。やべえぞ。汗かいた。この悔しさを筋トレにぶつけるぞ。マッスルバトルカモン。さて、パーティータイムだ。完璧です。さすがだな。認めちゃうね。シーッ。勉強になります。綺麗だよ、二人とも。まだいけるのか。さすがです。さあ、ここからだよ。ビューティフル。ただごとじゃないか。完璧です。クッキンが歌っているようだ。見とれちゃうね。さすが。勉強になります。バッチリだよ。まだいけるのか。完璧です。次もこの調子。エクセレント。恐れ入ったよ。君も汗をかいていくかい。笑顔を忘れずにね。
君は本物のアスリートだね。